じゃあ、こんにちは。さあ、野球から離れる？いやいや、別に離れなくて。野球はなんか難しそうだし。いやいや、離れなくてもいいですよ。離れなくてもいい。全然いいですか？まあ、でも、大輔が25年間投げてきて、はい、このバッター3本の指に入る。投げてて嫌だなって言った3人って誰？3人ですか、うん、誰だろう。松井秀喜。打たれた？後半はそんなにでしたけど、うん、やっぱりそのオーラというか威圧感というかあった。あの 18.44 の間での、うん、まあ、ジャイアンツの4番でしたからね、うん、その雰囲気もありましたし、前田智則さん、あ、やっぱりそう、はい、うん、ミーティングでインコース投げるなっていうぐらいのミーティングをした時もありましたし、あ、そう、そうですね、なんかそのなんですかね、あの独特の空気感というか、うん、現役の時ほとんど喋ったことなかったですから、喋、うん、ったら面白いやつでしょ。いや、そうなんです。引退してからお会いした時、話した時もすごい気さくなかった。そうだよね。現役の時のイメージと全然違う。全然違う。その本当に新戦いあの中でピッチャーとバッターで戦ってるっていう空気感をあった感じられましたね。うん、面白い。もう一番は荒木ですね。ドラゴンズの。あれ嫌いだった。もう相性は悪かったですね。5割ぐらい打たれてる。そのぐらいの、今シーズン5割以上打たれてる時もありましたね。ああ、そう。もう何投げ、もちろん甘い球もヒットでしたけど、厳しいところとかボール球とかバットへし折っても間抜けてヒットとか、うん、笑うしかなかったですから。ああ、そう。直接本人に言うわけでも、なんか癖出てるんだろう。いや、確認したけど、いや、なんかタイミング合うんですって。もう、まあ、そういうピッチャーいるよね。一回いろんなことやっても何やっても打たれたから、一回あの足の後ろを通したんですよ、膝の後ろ、ああ、わざとわざと一球いって何かしないといけないと思って、一球当てるんじゃなくて後ろを通そうと思って、向こうも笑ってましたけど、それでも打たれましたね。荒木が一番嫌だった。一番あの僕一番いいバッターだと思うんですけどね。ああ、そう、はい。でも阪神に強かったよな。あ、よく言われますね。阪神には俺負けてるイメージが全くないんだよ。タイガース戦はやっぱり、それ何がこう阪神戦が良かったの？甲子園がやっぱ投げやすかった。広い球場で浜風があったので、うんうんうん、ライト側に打つそうと思ってましたし、うん、左バッターでインコース引っ張ってもらおうと思ってましたし、うん、なんすかね。でもなんか特別なんか阪神戦だから何かしてるわけでもなく、うん、まあ、阪神ファンでしたから、マウンド上であの阪神の応援歌が聞けるその喜び、ちょっと口ずさみながらこう、あ、そう、会いましたし、で頑張って7回まで投げ、7回の裏までマウンドにいれば、うん、ジェット風船がもう特等席さ、あのマウンドの上っていうのも、まあね、ほぼ360度からジェット風船が上がるマウンドで見るって、はいはい、あの景色はもう最高でしたね。もうカメラで撮っときたいぐらいだよな。いや、本当そうですよ。もうだからずっと投球練習やめて、飛ぶ瞬間ぐるーっとこう見渡しながら、あの瞬間はあそこでいる7回のマウンドに立たないと分からなかったんで、はい、まあ、それも自分のモチベーションになったのかなと思います。これいろんな球場変わってきたでしょ、はい。まあ、名古屋球場もあるし、名古屋ドームもあるし、はい、で広島もあるでしょ、はい、でズームズームもあるでしょ、はい、どこが一番投げやすかった？やっぱ甲子園なの？その中でも甲子園もそうです。でも名古屋ドームも投げやすかったですね。それは広いからだ。広くてちょっと芯を外せばっていうところで投げてましたし、うん、意外と広島市民球場もすごく近く感じる感覚がありましたね、うん。で意外とカープ戦はハマスタでやると乱打戦になるけど、うん、広島市民球場でやると意外と投手戦が多かったかなって印象はあります。いや、飛ばないんだもん、打球が。ボールが当時は違う、うん、球場で違いましたもん。そう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 。で、遠征先の遊び場はどこが一番好きだった？遊び場まあ遊び場っていうか、飯食いに行ったり、そうですね、食事とか行く。やっぱ大阪とかね、地元は近かったですし。で、地元はどこら辺行ってたの？大阪の新地とか南も北も両方行ってましたね、食事行って。え、何しに行くの？飯食いに。はい。お酒飲む？酒は飲まないですよ、お酒弱いんで。そうだよな、はい、お酒飲んでるイメージがないんだけど、お酒の飲むところは行くの？いや、あんまり行かないですね。食事ですね。
ただカラオケとかよく歌う。いや、カラオケ行くの？歌は好きですね。 A ちゃん歌うの？ A ちゃんは意外とあんま歌えないですね。聞く方なんで。 A ちゃんはどんな歌歌う？どんな歌、まあサザンとか。もううまそうだね。いや、うまくはないですよ。うまくはないです。好きなだけで。ああ、だからその寮にプロ入った時に先輩連れて行かれて、やっぱ飲まされるじゃないですか。もう寝酒弱かったんで、それがもう嫌で、歌ってる間って意外と飲まされないんで。まあそうだね。でも飲んで歌うと発散できるから。でも飲んでなかなか酔わないんだよね。でも疲れるんですよ。もう眠たくなるんですよ。帰りたくなるんですよ、ね。でも歌ってると全然大丈夫なんです。でも監督だったらさ、今そういう付き合いも多いでしょ。いや、まあちょっといっぱい行きましょうよみたいな。コロナなので、まあまあ、そういう誘いはシーズン中はなかったですね。でコロナ終わっシーズン終わってから、まあ、食事会食はちょこちょこ増えてきましたよね。でもモテた？モテないっすよ。ちょっとこんなとこしてるんですよ。目立つよな。でもモテた。いや、もう結婚も早かったので。まあ結婚早かったね。21、22の年で結婚したので。え、年上の女房だっけ？一つ二つ上ですね。あの高校の先輩だっけ？はい、1年の時に3年ですよ、ね。お前偉いよな。いい、やっぱこうブレないよね。いや、まあ、まあ、しっかりした女房ですよ。しっかりやってくれてますから。もういや知ってるよ。もうハワイでも一緒に会ったことあるし、はいはい。もう家じゃ僕って話しないですから。もう家のことはもう女房だと何も分かんないですから、ね。いやいや、なんかこうだんだん生活が派手になってって、はい、そういう過去を忘れて、なんかちょっと違う人と結婚したりとかする人も いるじゃない、中に。俺か。俺はまあそういう傾向もあるかもわからないけど。いや、だけど大輔なんか見てたら、やっぱそこら辺もしっかりしてんなと思ってさ。ああ、まあそうですね、しっかり、あの束縛もなかったですし。いや、だからいくらお金取っても、そういうなんか浮かれたところっていうのが全くお前ないなと思ってさ。あ、まあそうです。お金、まあ、年俸もなかったけど、車とかに使ってましたね。いやいや、まあ、そのぐらいでしょ。ああ、車、時計もそんなにあれですかね。車、家、馬。あ、馬がある。あ、馬の話聞かないからね。いります、馬の話。あの、リージェントブルース一頭目が。リージェントブルースは今中山で競馬場で場外。そうだな。まあでもあのおかげで家族の共通の趣味ができましたから。奥さんも好きなの？でももうその馬が好きになって、競馬に興味持ってくれました。あ、好きになったんでしょ？なったです。もうこのきっかけは何だったんだ？馬に行ったきっかけは。馬に行ったきっかけは、僕プロ入って競馬がやってました。先輩方がよく競馬やってたんですか、うん、土日、うん、でだんだんそこから競馬にハマって、ずっと競馬、馬券は買ってましたね、週末。それは何？勝ってた？いやいや、勝ってないですね。負けてました。負けてる、うん。でもなんかそう、馬券を買うのと馬主になるのとは全然違うじゃない。はい、そうですね。なんで馬主になったの？なんかきっかけあった？きっかけは、まあ、予想で、新聞で、うん、まあ、予想のこの記者、予想の記者が、うん、参考にしてる記者がいて、その記者が横浜担当だったんですよ、うん。で、ちょっと話してて、まあ、都市が一緒で、うん、いや、すごい参考にしてたんだって話をして、で、一回職、その記者の先輩、高校の先輩が、あの調教師さんで、矢作調教師ということで、うん、ベイスターズファンで食事をしようというところで食事をしているときに、馬券が全然当たらないんですけどっていう話をしたら、馬券がそんなに当たらないんだったら、馬持てばって言われて、えってどういうことですかっていうところがトントン拍子でなれるんですかって、うん。でも現役で馬主はいないと、今までは。引退してからはいない。で、まあ、なったところで野球に支障はないな。まあ、預けてるわ、ね、預けてお任せしてるんで、うん、誰もいない、プロ野球、うん、初だっていうところが好きだったんで、じゃあ行きます、やりましょうっていう感じで、その1投目のままがリーゼントブルースって名前つけて、頑張ってくれたんですけど、ね。でもあれ、預けるのお金かかるでしょ。もちろん毎月の予託料ってかかりますし、まあ、結構な金でしょ。走ってくれなきゃもうずっと赤字なわけでしょ。そうですね。でもレースに出て、出走手当もありますし、ある程度コンサートに出てくれれば、回せるかなって感じ。あ、レースに出てくれたらこう回せるんだ。そこそこあの出走手当っていうのがあるんで、それプラス賞金ですから。意外にハードル高いようだけど回せていけるんだ。そうですね。1投目はそこそこ頑張ってくれたから、頑張ってくれて、そのお金で2投目を買ってっていう、その競馬の中で回していってるんで、馬の中。え、そのリーゼントブルースが
2投目を買ってくれた、稼いだ賞金で2投目を行きましょう。おすごいね。じゃあ回せるんだ。今そこでその競馬の中で回しますけど、でも1投目にはお金かかるよね。やっぱ馬買わないと。買うときはお金かかるな、でも勝った馬以上にその賞金稼いでくれましたから。もうやっぱこう競馬場行って自分の馬が走るときっていうのは興奮するの。そうですね、オフシーズン限定ですけどね、まあドキドキしますね。でも馬主はあの特別席で見れるわけでしょ。見てます。はい、かっこいいね。リーゼントしてんの、ね、やっぱ。まあ、一応リーゼントしてます。馬にはリーゼントさせない。できないですよ。できない。まあ、一回でも9社 の2頭目のリーゼントロックっていう馬の時はちょっとこうリーゼントにあの9社の人がして写真撮ってくれましたけどね。そうなんだ、はい、まあまあ夢があるよね。そうですね。まだずっとやってんでしょ。まあし、まあ、そこは趣味として、はい、趣味としてね。赤字にはなってないの今のところ。大丈夫ですね。はい、すごいな。でもな、買うか。じゃあ俺も行きますか。それ誰でも買えんの？そういうわけでもない。なんか資格かなんかあるの？馬買うのは誰でも買えますけど、それ馬主になるのは資格はいりますね。どんな資格がいるの？過去2年の資産とか総資産とか。あ、何ぼかっていう。今でもだいぶ下がってきてるみたいですけど、うん、やっぱかなりないとダメなんですか？いや、そんなことないですよ。全然多分なりました。本当かよ。なかったら貸してな。まあまあ、なかなか本当にありがとうございました。はい、まあ、今年どのぐらい、やっぱり俺は優勝してほしいな。いや、そこですね。やっぱ大輔にはな、やっぱ太陽を知ってるね、我が後輩が優勝する、はい、生え抜きの監督で優勝したいというね、そういう夢があります。そうですね、やっぱそこを目標にやってますからね。やっぱ OB はみんな応援してると思うよ。OB 会に出たけども、はい、やっぱり全然違う、出てくれたもんね。はい、OB 会ですね。でも、やっぱ声のかけ方だとか、そういうのはやっぱもう直系の後輩がやる監督って久しぶりだしね。だからもう本当に頑張ってほしいし、また OB も戻ってきたじゃない。そうですね、コーチとして戻ってきてくれましたね。はい、だから期待してますよ。はい、頑張ります。ファンも本当に期待してると思う。はい、だから頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。